Sweet harmony in the same time and place. Today, with good friends, make harmonies every night and day.大きに YouTube! さあ、本日もやってまいりました、アメムラ TV。さあ、本日のゲストはこの方々です。それでは、自己紹介お願いします。私たち、ザ・ワールド・スタンダード、ワースタでーす。はい、広川七瀬です。はい、松田美里です。小玉りりかです。西野るかです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。全員、猫耳が。今日のこの収録のちょっと前はイベントだったんですよね。そうなんですよ。大阪でお疲れ様でした。ありがとうございます。ニックネームみたいなのちゃんと覚えてきましたよ。本当ですか。ミリテコちゃんです、ね、ミリテコです。ルー合ってる。なんかそれはもう言われてないので、ね、もう言われてない。あ、ウィキペディアの罠なんですよ、これ。今は恥ずかしいんですよ。ルーって言われるんです。そうです。じゃあ、なんて言うの。ルカちゃんでいいです。ルカちゃん、はい、ルカちゃんで、はい。なシュン。おー、そうです。なっちゃんって行きそうなものをなっちゃんですね。そうなんです。ありきたりなのはやめようと思ってで、リリーさんね。リリーさんです。リリーさん4人体制になってから初めての大阪だったんですね。そんな、4人体制になった、ワースタさんに1曲ミュージックビデオを紹介していただければと思うんですけれども、それでは早速1曲目のミュージックビデオを見ていただきたいと思います。ワースタでミライバルダンスです。どうぞどうぞ。アメムラ TV シリーズ野良猫の生活。のんびり暮らしているように見える野良猫たち、実は目に見えないところで熾烈なサバイバルを繰り広げていました。野良猫たちの生活を覗き見してみましょう。高らかに存在証明するんだ。猫猫しいミュージックビデオですね。猫が前面に押し出てる感じの、うん、私たち昔から猫耳をつけてるんですけど、うん、意外とこんなに猫を押し出した MV は作ったことがなかったんですよ、はい、なので猫になりきってやってみました。最初にね、映像出した時になんかこれ合ってんのかなと猫だけが映る情報番組みたいな。映像のなんかその古臭さがいいみたいな。でもあんな映像の時代知らないでしょ地デジになる前ぐらいのあれですよ、ね、ビデオを入れたらああいう映像。ああ、そうそうそう。この曲は今年の3月にリリースされた9枚目のシングルということで、メンバーが4人になって初めての、作品、まあ、なんか新たなこうスタートみたいな意識っていうのはありましたか。結構歌詞の内容的にも私たちのなんかこれからの決意表明みたいな意味も込めてもらって、ちょっと面白おかしくというか楽しく、はい、いいバランスで、はい、書いてもらった楽曲なので、はい、まあ、楽しい楽曲ではあるんですけど、はい、私たちにとってはすごく心を込めてというか、はい、力強く歌える曲になりましたね。この新体制で進むとなった時に、私たちはもう改めてこう猫なんだと改めまして猫です。でも結構これまでいろんな楽曲を作ってもらってきて、なんか改めてこれがワースターだったみたいなっていうか、もともとあったような、なんか
変わらず変わっていくみたいな、ちょっと伝わればなと思って、はいはいはい、結構1日かけての撮影だったんですか？寒い時期だったので、まだ寒かった、寒い時期だった、めちゃくちゃ寒い時期で、しかも日が落ちるのも早いんで、うん、全然そんな風に見えませんでしたけどね、すごい、あの特にこたつのシーン、はいはい、一番寒かったです。こたつなのに暖かい日だったんですよ、はい、だからあ全然いけるじゃんと思って、みんなでまあ楽しくやってたんですけど、そう、猫にバズーカ打たれるシーンぐらいはもう夕方ぐらいになってましたもんね。もうそうなんですよ、こたつじゃなくてもうあの机に布貼ってるペラペラなんで、あれも実はペラペラなんですね。そうなんですよ、だからじゃあミュージックビデオ見る皆さんもこれから あれペラペラなんだな、最初のね、なんかナレーションで野良猫は熾烈なサバイバルを繰り広げていましたみたいなの言ってましたけど、なんか熾烈なサバイバルというよりはなんかこう和気あいあいな感じで、ね、なんかあんな生活だったら全然混ぜてほしいとか、ね、でもなんか野良猫っぽい動きしてとか言われて、そういうのは結構フリーでやってるメンバーもいたりとか、はい、ミリとか、そうですね、そう最初になんかこう蝶々をこうガーってやってませんでした？あれも見えないものをこうあれも、ね、よく分からずこうやってます。最初にあのなんか映像ついてるのあれ見たときはどう思いました？あれは正直私広告かと思ってあれいつまでたっても右下にあと3秒とか出ないからそしてこの、 あの6月からはツアーが始まるということで、あの大阪では6月の12日の日曜日、梅田のクラブクワトロので2回公演、うん、大阪スタートなんですね。そうです、初日一部二部で全然構成が違ったりとか、一部は私たちがもう最近7周年ライブを迎えたんですけど、その7周年ライブをベースにしたりだとか、2部に新しいアルバムをベースにしたライブになったりとか、なんか新しく来てくださる方にも、今まで応援してくれてた方にも、これがワーストだっていうなんかライブのポイントだったり、わーワーストこんな曲もまた出すんだみたいな、どっちのなんか新鮮な方もどっちも楽しめるワンマンになってるので、1日通して楽しみにしていただけたらなと思ってます。内容構成的には2部あるどっちも見てほしいって感じですよね。大阪の皆さんって熱いんですよね、はいはい、なんかあんまりシャイな感じがなくて、なんか逆に熱苦しいことないですか？熱苦しいぐらいがちょうどいいです。ちょうどいいので、はい、なんか初日は結構安心してるというか、はい、熱量の感じは大阪の皆さんなら絶対大丈夫だと思ってるので、はい、一緒により熱い時間にしていけたらなというふうに思います。楽しみにしてます。ぜひアメムラ TV からも何かね、あの大阪名物粉もんとか知りたいと思います。絶対よろしくお願いします。買わないですよ粉もんも。私は買いますよ。それを待ってるので。好きですか粉もん？好きです。何が好きですか？お好み焼き。お好み焼き全部粉もん食べれます。全粉もん、全粉もん、全粉もんが泣いたぐらいの全粉もん食べれます。全粉もん。それではですね、最後にお一人ずつ、あの見てくださっている視聴者の皆様にメッセージをいただければと思うんですけれども。はい、大阪に、ね、今回久しぶりに来られたんですけど、もうツアーが待ってるということで、私たちの大好きな大阪にすぐに遊びに来られるので、とても嬉しい気持ちです。ぜひ遊びに来てください。大阪の応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、松田美里です。そうですね、私は個人的にはアイドルの研究生をやってた時に広島から大阪に通ってたっていうのもあって、大阪がすごい大好きな街なので、今回はイベントできたんですけど、もっとワンマンできたいなってずっと思ってたし、今年は夏にツアーで来れるということで、すごく楽しみにしてますし、久々に会える方にも初めましての方にもいっぱい会いたいです。これからもよろしくお願いします。はい、こうしてワースターを知ってくださってたり、会いに来てくださる方がいるからこそ、私たちも今回みたくイベントだったり、1ヶ月後のツアーだったりで大阪に来ることができるので、これからも大阪大好きな場所なのでたくさん来たいなと思っておりますし、もっともっと大阪でもワースターの知名度が広がってワースター好きな方が増えたらいいなと思っております。ぜひライブ来てください。よろしくお願いします。
はい、広川七瀬です。大阪に来れて本当に嬉しいです。ツアー初日は6月ということで、ちょっとね梅雨の時期ではあるんですけど、夏が終わってもやっぱワスタのツアーが一番の夏の思い出だなって思ってもらえるぐらい最高のライブを届けるので、ぜひぜひお楽しみにお越しください。よろしくお願いします。ぜひとも皆さんライブチェックしてみてください。そしてですね、このアメムラ TV、まあ今回だけではなくて6月にもう1回出ていただけるということで、お願いします。次回のお話も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。というわけで本日のゲストはワースターの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アメムラ TV